10日に少量の水漏れがございまして、これはもう処置されております、牛乳瓶の半分ぐらい 100cc 程度が漏れたということで、米国の実験ラックの下側で操作していた時に、まあ、冷却水をサンプルする装置が置いてあるんですけど、そこのバルブがちょっと緩んでしまったということで、筑波側が発見しまして、24時間後には処置をしたということで、まあ、微量な水漏れです。まあ、こういうことは時々起こるわけですけど、まあ、原因についてはきちんと究明、するということで、おそらくクルー操作による干渉だろうと思います。それから、この1ヶ月半を見ますと、ソユーズ29で、打ち上げ係留が、12月23日にされまして、これによって、8月のプログレスの事故以来の、変則的な体制がようやく6人体制に復帰したということで、なんとかクリスマス前に処置ができたという状況です。それから前回、少し具体的にお話ししたと思いますけれども、希望のロボットアームの地上遠隔操作を増やしていこうということで、基本的な運用デモンストレーションを12月6日と20日に行いまして、いずれも成功裏に終わってデータを取得しておりますので、その結論をもって、次は HTV3 が上がった後の、一部のタスクを地上からやるというデモンストレーションに、の準備に入ったところです。それから今後ですけれども、プログレスの 46P の打ち上げが26日に予定されています。今のところ順調に、作業が進んでおりまして、タンパク質結晶の実験材料は今ロシアに確かに輸送中のはずです。それから2月に入りますと、スペース X のドラゴンの実証機能があります。これについては最終の詰めをしているということで、日本の荷物についてはデータロガーという、荷物の環境計測、小さなものですけど、それを、積んでいくということで、これは機関機能がございまして、機関時にはICS という日本の中継線を使った通信システムが、昨年の8月に、故障しておるわけですけど、それ関係の物品を持ち帰ろうということで今進めております。それでは次のページに参ります。年初ですので、昨年の総括と、今年の展望を簡単にお話しします。昨年はご承知のようにスペースシャトルが退役して、宇宙ステーションとしては全面的な利用時代に移行したということで、これは7月ですね。これら遡りますけど、HTV2 の飛行運用をしました。この時は、上のポートに移設するとか、これは ATB とスペースシャトルが同時期に来たので、いろいろな新しい工夫をしたわけですけど、移設ということと60日に係留、前回は45日だったわけですけど、60日係留をして、その間に震災が起こって管制センターが一旦ダウンしたんですけれども、それを復旧して計画通り返したということがございました。それからフルカーミッションを達成したということで、先ほど申し上げました 44P プログレスの失敗で、3人体制を長く継続したわけですけれども、そこの中でもミッションが達成できたというふうに考えています。それから残った課題ですけれども、先ほど申し上げた通信装置 ICS という、日本にデータを下ろしてくるリンクの復旧作業が残っております。それから購買路の実験開始を、間もなくと思っておりますけれども、これが年を超えたということがあります。それから来年はいよいよ本格的に利用の時代ですので、今年はですね、ありますけど、システムとしては星出ミッションの中で、以前もお話ししました小型衛星の放出などの新しい利用法を出していくということを考えております。それから HTV3 の飛行が年度は超えましたけれども、今後シャトルがいなくなった後の、アンカー輸送機として、しっかり任務を果たしたいと思っています。
それから同時に米国の民間輸送機が今後デモフライトが計画されておりまして、年後半には運用機に入るという予定で進んでおりますので、これらはまさに HTB と同様の接近経由様式になりますから、我々もそこに参加しながら、結果的にもまた HTB の飛び方を改善するとか、そういうことに進んでいくと思います。これが今年の展望以上でございます。はい、それでは続きまして利用関係を原田リーダーからお願いいたします。それでは、希望の利用条件について報告したいと思います。最初に、2ページ目にここ3ヶ月の、前後の、実績並み計画を示しております。で今の状況ですけれども、まず二次元ナノテンプレートという実験、これ右側の方に写真がありますけれども、これは基板上に、パターンを作ってですね、それを元に、それを型にしてですね、いろんなものを作ろうというところなんですけれども、それの実験を、12月13日に、開始しまして、今希望の中で実験を継続中で、これについては、次のソユーズの期間3月になりますけれども、それで地上に回収するということで、進めております。それから、先ほどありました、ソユーズの宇宙船が12月の23日に、ドッキングしましたので、それで、希望の中の放射線を計測するエリアアドレスを運んだんですけども、それを希望の中に取り付けました。でこれはですね、この箱のソユーズが半年後、約5ヶ月後に帰還するんですけども、その間ずっと継続して、同じソユーズで回収することにしております。それから、省エネ CPU 半導体材料を作るということで、光という実験を計画してますけども、これは高倍率を使って、半導体結晶を、高温で、溶かした、後に結晶を成長させるという、半導体の結晶を作る実験なんですけども、これはいろいろと、高倍率の問題があって、伸び伸びになっておりましたけども、一応昨年度、報告しました高倍率の、中央室という、真ん中の炉のですね、ショートの短絡の問題があって、それを古川宇宙飛行士に修理してもらったんですけども、その結果、昨年中に一応炉の性能が問題ない、性能機能性能が問題ないということを確認しました。でこの光実験のプロファイルでの確認も終わっております。で今年の1月4日にこの実験サンプルを、地上からの遠隔操作で挿入するというところまで完了しています。ただしその準備の段階で通信異常のが起こりましたので、現在その通信異常の原因の調査を行っているところです。それからマラングリ体重実験、これは、テーマがいくつかあるんですけども、その第一種類最初のテーマが、4回目のシリーズをずっと継続して、去年の、9月から継続してやっていますけども、そのテーマの最後の、5回の実験をですね、今週末から、1週間10日ぐらいかけて、やるんですけども、そのシリーズを行います。それから、この次のシリーズ用の教師体を、今度 HTB3 で打ち上げるということで、今、ヨーロッパの方でこの打ち上げ準備をしているところです。それから次のプログレスで、タンパク質の結晶生成実験のサンプルを打ち上げまして、希望内で、結晶を成長させて、3月のソユーズで回収することにしております。船外については、マキシステラという観測、X 線あるいは宇宙船の観測については継続して実施しております。
で、スマイルズについてはご不定音冷凍機の技術データの取得を行っているということです。昨年のまとめ、それから今年の展望として、最後のページに整理しておりますけれども、まあ、2011年はですね、古川宇宙飛行士が、長期滞在したということで、特に宇宙学実験等ですね、の実験が数多くやることができて、またその宇宙飛行士にやってもらわないといけない利用の作業がですね進んだことで、希望での利用がかなり促進されたと考えています。で、この1年間の主な成果ですけども、マキシについてはですね、この場でもご報告したようにですね、巨大ブラックホールに星が吸い込まれる瞬間を観測したり、あるいは X 線新星を発見するなど、この天文分野に貢献をすることができたと。それからバラ文字実験については、3年間ずっとデータ、いろんな条件で実験をやってるんですけども、昨年はこの超大液中、宇宙でしかできないような大きな液中でですね、初めて分子集合構造というのを捉えることができたということで、この分野でのですね、理論がかなり新しくなるんではないかと期待しております。それからタンパク質の結晶については2回の実験を行うことができまして、この創薬などの応用利用が進んでいるという、こういう成果がですね、少しずつ出始めた、1年だったと考えています。また昨年、ちょうど1年前になりますけれども、コウノトリ2号機で打ち上げました新しい実験ラックが、ようやく規模の中で準備が整いつつあるということで、2つの実験ラックが実験に向けて準備が整っている状況です。今年は星出宇宙飛行士がまた長期滞在しますので、さらなる利用促進、特に星出宇宙飛行士の場合は、JAXA で技術者として、いろんな設計や開発に携わった経験がありますので、有人技術というの専門家としてのですね、活躍を期待しているところであります。で、昨年、取り付けました高回路多目的実験ラックというラックを使った実験が、今年は本格化するだろうと期待しております。で、新たな実験装置としてはポート共有実験装置、これは暴露船外に取り付ける実験装置ですけれども、これによる科学観測技術実証、それから水生生物実験装置による小型魚類を使ったですね、重力影響の長期的な把握、それから小型衛星放出機構も打ち上げますので、それによる新たな船外での利用の展開を期待しています。利用を実験するために、いろんな、資料とか、装置を補給するして継続して補給していくんですけども、昨年スペースシャトルが退役して、今年からですね、米国の民間輸送機が、動き出すということで、新たなその補給体制を確立する一年になるのではないかと考えております。以上です。はい、それでは今の2つのご説明に対して質疑応答に移りたいと思います。質問の方は挙手いただきまして、マイクが参りますので、社名お名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。郵便新聞の木村ですけども、ちょっといくつかあるんですけど、最初におっしゃった水漏れっていうのは、希望の中の米国の実験ラック、ね、はい、そうです。希望の中の米国ラックのちょうど床側のところです。それは、どうなった？実験ラックの作業をしているときに、下のドロアっていう引き出しを出すときに、下側の冷却水をつなぐところがあるんですけど、そこにつけてある、水質検査をするための水を取るアダプターがついてます。それが干渉したという報告があって、作業終わったようなんですけれども、その直後から少し漏れているという兆候を筑波側で発見して、モニターしているとどうもあそこが怪しい
ということで、その後チェックしてもらったら少し漏れてて、いたという。これも聞いとって、これ水が漏れるのが分かるっていうのは、そのなんかセンサーが、はい、希望の冷却系の中に水が、まあ、少なくなるとそれをメイクアップする、まあ、水ためがあるんですけど、その量が減っている兆候が見えたということで、翌日にはもう処置したと。その時は宇宙飛行士の何か作業がと推定してます。今その辺の確認をしてまして、作業自身が我々自身の作業じゃなかったもんだから逐一見てないんですよ、まあ、それで今確認中です。まあ、特段水が飛び散ってとか、はい、それはありません。はい、拭き取っても承知はしております。あとすみません、ドラゴンなんですけれども、もうこれ、ドッキングもする予定なの？そうですね、2月の初旬を今予定して、今回はドッキングをして、まあ、荷物は少量ですけれども、離脱して期間までやるということで計画がされています。日本の荷物はちょっとよくわからなかったんですけど、もう一度ちょっと、まあ、先ほどの補給体制もありましたけど、荷物がまあどういう環境というのは機械環境とかですね、振動とかね、それを測るための小さな計測装置を積んでいます。まあ、これは宇宙機のハードウェアを輸送するときも一緒につけているようなものですけど、そうすると大体積んだ荷物がどういう環境にさらされるかが分かるので、まあ、それが HTV と同じであれば、まあ、今後の利用を そういうことに見通してっていう、はい、で期間中はすいません、ね、もう一回何を思って ICS という日本の中継衛星ですね、今こう技量段階にありますけど、それとの通信装置の中で、この昨年の8月に故障して、故障部分を分析によって特定できたので、その装置を持ち帰るということです。これはもう交換したんですか？いや、まだ交換部品がないので、いずれ上げなきゃいけないというので、持ち帰り分析の後、まあ、それを修理するか、新しいのを作るか。もう一回星出さんのミッションなんですけれども、まあ、大体主だったもので、まあ、どういうことをやるかっていうことを教えていただきます。星出ミッションのリストは、確か希望ウィークリーニュースにも書いてましたけど、まあ、今我々が、まあ、新しいものとして、申し上げているのは小型衛星を放出するということでこれを進めてまして、あと、まあ、確か医学実験の古川飛行士がやったそれの次のペースとか、まあ、そういうものを考えています。あとまとめてご説明する機会があると思います。船外活動もやる？船外活動は今まだ最終的には決まっておりません。まあ、いずれ、まあ、できるものはやってほしいとは思ってますけど、まあ、いろいろなと思います。はい、他のご質問いかがでしょう。はい、真ん中。あ、すいません、時事通信に参りですけども、この鳥の3号機のですね、打ち上げがですね、ちょっと遅れることになりましたけども、これによるですね、その希望での、その宇宙実験のですね、影響なんかもしあれば教えてください。基本的には影響はありません。まあ、遅れた大きな理由は、昨年 の最後のスペースシャトルというのは追加の補給が、まあ、実はできたわけです。あそこで、まあ、大量に送って、で3月にはATP というヨーロッパの輸送機が飛ぶということで、もともと時期に少し輸送量に、まあ、過剰だったところもあるんです。荷物を考えて少しこう伸ばしていこうということで今計画しています。はい、他のご質問いかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、じゃあ後ろに。産経
新聞のものですけれども、今の関係で、HTV ってもともと1年度に1機ずつ打ち上げるっていう話だったんですけど、2012年、これ、3号機はまあ2012年度に打ち上げるということですけど、この2012年度は2回上げる、4号機も上げる。技術的な理由から言えば、一度上がって次上がるのに、まあ、最低でも10ヶ月ぐらいかかるとかいう事情がありますから、来年に飛ばせるかどうかはまだ、3号機のタイミングとかそういうことで影響すると思います。一応最初は2015年度まで7号機とか出ました、今もう計画はまあそういう計画で進めておりますから、じゃあいずれかの年度で2機上げることが今後あり得るのというか、まあ、今後 NASA との調整になりますけど、荷物の都合とかそういうファクターも含めて、相談することになると思います。ちなみに今年の ISS からの回収物資の総量っていうのは何キロぐらいとか、そういうのは分かってるんですか？トユーズとこのドラゴンで回収するのは全部で何キロぐらい？今数字は持っておりませんけど、まあ、ソユーズは数十キロの単位ですよね、まあ、4機あってもまあ、200キロとかそうなんですよね。120キロとかに増えたんですよ。回収できるとそういう図は少し増えたと思いますけど、その正確な数字はちょっと承知してませんけど、まあ、いずれにしても数十キロとか100キロとかいう感じですよ、ね。まあ、シャトルが引退した時と比べると何分の1とかそういう、まあ、シャトルはもうトン単位ですから、まあ、ドラゴンも、まあ、計画としては確か2トン以上返せるということになっていますけれども、まあ、それも、まあ、今から次の運用機から本格的な、まあ、期間があるということですけども、それが、まあ、どのぐらいのタイミングでできるかによるので、まあ、それ利用の、まあ、リターンがいろいろあるわけですけれども、まあ、それを見ながら計画しているという状況であります。はい、それではちょっと後半の講師の方はちょっと時間の制限ございますので、ちょっと前半はここで終了させていただいて、後半の利用勉強会の方に移らさせていただきたいと思います。それでは準備の方お願いします。後半は希望利用勉強会でございまして、宇宙医学研究生物学的リズム研究ということで、ご説明は東京女子医科大学東医療センター内科の、山本直宗先生です。それでは準備でいきたいお願いいたします。東京女子医大の山本です。よろしくお願いします。本日は宇宙医学研究生物学的リズム研究についてお話しさせていただきます。まずはこの研究の体制が、研究体制なんですけれども、東京女子医大と JAXA の連携で行われました。 JAXA の方はデータ取得のための環境の整備とデータの記録です。東京女子医大が取得されたデータ解析とその結果の提供を行いました。今回の研究ではホルター心電図の軌道上の運用とホルター心電図を宇宙空間から地上へデータをダウンリンクする手段を確立し、ダウンリンクされたデータを地上で解析するシステムの確立を行いました。またこれらの一連の研究は JAXA および NASA の倫理委員会の承認を得て行われております。この研究の背景なんですけれども、人では、日の出日の入りによる、昼夜の形成や睡眠習慣、また食事刺激などの外界刺激が、目や舌などの、感覚器を通しまして、心臓の同調率調整を影響を与えております。また姿勢の変換や呼吸の変化による静脈管流量の変化などは、肺、頸動脈にあるような圧受容体によって、を介してホルモン自律神経を通して心臓の同調率の感覚に影響を与えることが知られています。したがってこの連続する心拍を記録することによって、その揺らぎを解析することによって、外界の外日リズムにおける変化とかが観察されることが地上の研究でよく分かっています。実際前のデータに示すここの赤い線なんですけども、これは7日間連続でホルター心電図を記録しまして、その心拍の揺らぎですね、心電図だと R 波と R 波の間になるので RR 感覚と呼ばれているものですけれども、
これを7日間連続記録すると、このように周期が見られまして、大体これが24時間で回っているようなサイクルを繰り返すことが観察されています。後で述べるのですが、この RR 感覚から周波数回帰解析をしまして、自律神経の一つである副交感神経、まあ休息の関係するような神経の働きを、同様に、その周期を見ますと、これもやはり同じように24時間でこう周期で繰り返し活動を上がったり下がったりしていることが観察されます。実際今回の研究に用いた実際の心拍変動データの採取法について前にお示しします。測定機器はここにあるようなダヴィンチの機械を使いまして、軽量で、防水性がありまして、また24時間連続で心電図の記録をできる、こういう大きさもちっちゃい機械なんですけども、このようなものを、宇宙飛行士の方に取り付けまして、こう心電図、よくモニターとかで見られるような心電図の波形がこのように記録されます。で、このように記録された心電図のここの RR 感覚というんですけども、これが1回の心臓の拍動を示すんですけれども、この感覚を、24時間連続で記録しまして、それをこう縦軸に RR 感覚を、横に時間軸を使うと、このような、RR 感覚の時系列データが得られます。で、実際この RR 感覚で得られた時系列データを、まあ、今回は、レムカルク法という周波数を、分解する、方法を用いまして、ここの記録された24時間の記録の中にどのような周波数の成分が含まれているかというのを検討しますと、まあ、いろいろな方法があるんですが、いずれの方法を用いましても、大体10秒ぐらいの周期の、ローフリークエンシー、まあ、略して LF という周期と、大体3秒周期ぐらいのハイフリークエンシー、略して HF という周期の2つの成分が RR 感覚の中には含まれているのが、観察されます。先ほど出た、HF というのはどういうメカニズムで、作られるかといいますと、まあ、我々こう呼吸をしているんですけれども、呼吸をしたときに肺が膨らんだり縮んだりして、肺が膨らんだときにたくさんの空気が入って、肺が縮んだときに少ししか空気が入らないんですけれども、たくさん空気が入ったときに心臓が早く動いて、吐いたときには心臓がゆっくり動くというような形で、ガス効率の、ガス効率の効率を良くするために作られる波と言われているんですけども、主に呼吸のそういった調整によって作られる波です。特に24時間で連続する場合には睡眠中にこの HF が高くなる、まあ、副交感とか休息の神経が上がることが分かっていますので、24時間連続の時には特に HF っていうのは睡眠の質とか休息の質に関連するということが言われています。一方で、LF といいますのは血管の末梢の血管から、大体このメイヤー波という10秒ぐらいの血管が縮んだり伸びたりしている、圧力が、中枢を介して、副交感神経と交感神経を介して心臓の、ところに届くようになっているんですけれども、これは主に交感神経と副交感神経の両方の働きで、媒介されることが知られていますので、まあ、この LF の値を HF の値でやるとやってあった値が交感神経、まあ、緊張の度合い高を示す指標になるということが言われています。で、実際これは24時間の、連続のホルター心電図で得られた RR 感覚を先ほど、説明しました周波数解析を用いて5分ごとに、プロットしたグラフなんですけれども、実際 HF というのはこういう青線で示した方、 LF というのがこの赤い線で示した方なんですけれども、これを再送受領法で、まあ、一番近似した直線を用いまして、まあ、1日の24時間の副交感神経のおおよその活動、こちらは血管から入ってくる交感神経の活動をこういうふうな形で評価することができます。で、実際この前に示した例ではこの24時間の範囲内に一つの最大のピークと最大かつ極大値、こっちが最小かつ極小値の24時間に一つの大きな波、この赤い方も青に比べるとちょっとちっちゃいんですけれども、24時間の間に大きい波があってちっちゃい底があるということで、まあ、これを見るとこの HF と LF というのはこの24時間で大きく24時間で揺らいでいるということが分かります。そこで私たちは宇宙環境に行った時にそういった体内でのサーカディアンリズムというのが宇宙の飛行前と宇宙に飛んでいる間、そして帰って帰還の間にどう変化するか、特に
長期での今後宇宙滞在が予想されますので、長期の宇宙滞在がそのようなサーカディアンリズムに悪影響を与えないかどうか、最近、サーカディアンリズムが悪影響を与えると、不整脈が、出たり、代謝疾患が起こしたりということが言われていますので、長期の宇宙滞在でそのような危険がないかどうかということを評価するために、宇宙滞在中の3回、および期間前、期間後に、ホルダー心電図で、サーカディアンリズムの検討を行いました。取った、大体時期ですけども、飛ぶ前の大体1年ぐらい、飛んでから、飛んだ直後から、ほぼ1ヶ月以内ですね、30日以内に1回目を、取得しまして、2回目は大体 2ヶ月から3ヶ月にかけて、そして3回目は期間、地上に帰る前の1ヶ月以内に設定を行って、帰ってからは、大体、3ヶ月以内に、帰ってからの心電図を取って、まあ、この5ポイントで、そのサーカディアンリズムがどう変化したかを、検討しています。実際対象となりましたのは2009年から2010年にフライトされた6人の宇宙飛行士を対象としています。対象は男性5人と女性1人で、平均年齢は45歳でした。それぞれの宇宙飛行士の宇宙空間での平均滞在日数は 174.1 と、いずれも150日以上の長期宇宙滞在した方を対象といたしました。これは実際の、宇宙の軌道上で取ったホルター心電計のデータを筑波の JAXA の方で、ダウンリンクしたデータの生データですけども、このように24時間で RR のこういった記録が観察されます。でこの RR の間隔は決してメトロノームのように一直線ではなくて、かなりこう上下運動を大きくした細かい上下運動から、睡眠期間と活動期間に、分けてみると大きくこう24時間で揺らいでいることが観察されます。実際これは、宇宙の滞在の、した時のその RR 間隔に含まれる、メジャーの周期の、比較を行っています。この色をついたのが、各それぞれの飛行士の生データですけれども、この白い点が、この6人の平均バーが、プラスマイナス FB の標準偏差を表していますが、まあ、いずれの、飛ぶ前1回目、2回目、3回目の飛行、帰ってからの飛行もいずれも平均は大体22時間から26時間ぐらいの、まあ、サーカディアンリズムと言われている範囲の中にありますが、特に、宇宙空間滞在150日、まあ、帰る前の1ヶ月前ぐらいになると、そのばらつきは非常に小さくなって、24時間のきれいな周期が、中観察されることが分かります。実際これはその、サーカディアンリズムのパワーといいまして、まあ、サーカディアンリズムがどれぐらい強く出ているかということを見た、グラフですけれども、こちらの左グラフの、縦軸が数値が大きくなれば、そのサーカディアンリズムがより強く出ていると思っていただいたらいいと思います。それを、飛行前、1回目、2回目、3回目の飛行、そして帰ってからの飛行をそれぞれ6人の飛行士の方のデータをお示しします。飛行前は結構いろいろ、どの飛行士かちょっとバラバラなんですけれども、まあ飛行してから1回目、2回目、3回目ってなるにつれて、宇宙滞在が長くなるにつれて、そのサーカディアンリズムは、より強くなって強くなることが観察されています。これは実際その、一人一人の飛行士の、方のそれぞれの時期でどのようにそのサーカディアンリズムの量が、どう変わったかっていうのを、見ているグラフなんですけれども、青色が、宇宙に滞在中のデータです。で赤いのが地上のデータなんですけれども、まあ、6人中4人の飛行士の方で地上よりも宇宙にいる方が、サーカディアンリズムのパワーがかなりきれいに出ているという形に、ことが分かりました。このグラフは、先ほどの周波数解析 HF 成分ですね、休息や睡眠の質に関わるという、されている、ものの、それぞれの各段階での飛んだ時の比較を行っています。飛ぶ前の値を 100% として、まあ、それからどう変化したかというのを見ていますが、この白いのが、各6人の平均なんですけれども、飛んだ直後はやはり外界の、変化の影響があるのか、まあ、100% から、まあ、80% に程度に低下するんですが、だんだん滞在が長くなるにつれて、元の徐々に休息の質であるとか睡眠の質というのは、改善していくことが観察されます。こちらは LFYHF といいまして、まあ、交感神経の緊張の度合いを示すものだと思っていただいたらいいんですけれども、これは、ちょっと各飛行士によってちょっと推移がバラバラになるんですけど、平均だけ見る限り、その宇宙にいるから特に、
緊張状態、過緊張状態が強いられるということはあまり観察されずに、むしろ、まあ、介護の方になると、まあ、ほぼ地上といるのと一緒ぐらいの緊張状態が、でいられたのではないかなというふうに観察されました。まとめの考察ですけども、今回の調査から心臓自律神経の働き、特に副交感神経機能、先ほどで言うと HF なんですけども、フライト直後に一旦減少するんですけれども、その後順応して改善することが確認されました。またフライトが長期になった時に、サーカディアンリズムは、フライト前やフライト直後よりもむしろ、明瞭になることを見出しました。初めの予想では、おそらく宇宙に行った時には90分で地球を大体一周しますので、でサーカディアンリズムはだんだん長期滞在になるにつれて乱れるんではないかなと思ってたんですけども、そういうことはなく、むしろ長期滞在になるとサーカディアンリズムはよりはっきりきれいになるということが観察されました。まあ、その理由の一つとしては、船内での日照時間の厳格な管理や生活のスケジュール管理、結構分単位とか時間帯、また定期的な運動や、睡眠時間の確保ということが、そのサーカディアンリズムの維持に有意義だったのではないかということが推測されています。生活リズム維持の観点から、長期宇宙滞在は生活のスケジュール管理することにより悪影響は及ぼしにくいと考えられました。ただなぜ、それが徐々に3ヶ月目ぐらいに回復してきたかということに関しましては、今後多分、時計遺伝子とか、まあ、タンパクの発現、もう少し長時間のデータの取得など基礎的な検討を加えて、改善のメカニズムの解明が必要ではないかなと考えています。以上です。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問いかがでしょうか。はい、じゃあこんな感じ。ちょっと待ってください。前で思います。メディカドリブの瀬山と申します。本日はありがとうございます。先ほどの説明の中でですね、サーカディアンリズムの乱れがですね、はい、生命とか代謝障害とか引き起こすという話があったんですけど、その辺ちょっともうちょっと詳しく説明してみます。はい、これはもう、ちょっと我々の仕事でない部分もあるんですけども、我々の、やった仕事の中では、先ほどの、やったサーカディアンリズムの乱れっていうのが、脳梗塞とか心筋梗塞の発症が、長期の前向きの観察でしたんですけども、発症が、ちょっと正確な数値まではわかりませんけど、少なくとも2倍以上に増えたということがありまして、おそらくそれは JAXA のホームページの方に関連資料はのグラフは載せていると思いますので、そちらの方をご参照いただいたらいいかと思います。で、生活習慣病に関しては、動物実験ではもうかなり明らかになってまして、その時計遺伝子っていうサーカディアンリズムを形成する遺伝子をノックアウトしたネズミでは、中性脂肪が上がったり血糖値が上がったりということが、分かってまして、その、時計遺伝子を、ノックアウトするようなモデル動物を作ってやると、そういった生活習慣病の、リスクが増えるということは、動物実験では分かっています。で、人においてはまだ、明らかなその直接の関連を見出したものはないんですが、例えば糖尿病の人の患者さんたちの末梢での白血球の時計遺伝子の発現を見てみると、正常の方に比べてその遺伝子の発現分布が崩れているというようなことが分かっています。まあ、かなり、このサーカディアンリズムというのがそういった生活習慣病とかに関連していることはいろんな報告で分かっているということになっています。その中でもその時計遺伝子のじゃあ働きはかなり、そうですね、はい、最近とその時計遺伝子のそういった研究がすごくいろんなところでされています。精力的にされていて、そこの関係が注目されているとは思います。はい、次のご質問いかがでしょうか。いかがでしょう、よろしいでしょうか。よろしければ、じゃあそれでは質問の、切れておりますので、ここでとりあえず、本日の、勉強会終了とさせていただきたいと思います。あと引き続き個別に多分ご質問の方あると思いますので、ちょっと先生前に残っていただいてしばらく受けていただければと思います。それでは以上で、勉強会終了といたします。どうもありがとうございました。